テイクの一つ一般にはこのエリアをマスコーカ地方とも呼ぶ。発音は、ムスコー及び、ムスコーに近いため、こちらの表記も多いが、観光局の公式表記は、マスコーカとなっている。また、名称は、リージョナルミューニシパリティでないが、行政レベルは、同等と定義されている。トロントから車でおよそ2時間ほど北に行ったところに、位置するマスコーカは、西を、 ジョージア湾に、南はコチチン湖の北端と、東はアルゴンキン州立公園と接している。1600湖の湖があり、東に隣接するハリバートン郡を含め、コテージカウントリーとして知られ、年間210万人の観光客が訪れる人気のリゾート地となっている。風光明媚な町や村が散らばっており、農業をはじめ、湖沿いのホテルやリゾート、ゴルフコース、 カントリークラブ、マリーナ、木製ボートなどが知られる。車内アトゥエインがミュージカルショーに出ていたディアハーストリゾートは特に有名。マスコーカの定住者は5万人だが、毎年夏のシーズンになると都会の喧騒と暑さを逃れてやってくる施設の所有者10万人が加わる。多くの別荘は規模が大きく先祖代々受け継がれているものも少なくない。 これらの高級別荘地は、マスコーカ湖とロース倉湖、ジョセフ湖の3つの湖を中心に見ることができる。ハリウッドや有名なスポーツ選手らがマスコーカに別荘を構えており、スティーブン・スピルバーグやトム・ハンクス、マイク・ウェア、ゴールディ・ホーン、カート・ラッセル、エドワード・バン・ヘイレン、キャサリン・オハラなどがその一例である。サマーキャンプがこの地域には数多くあり、湖があることから、 カヌーやヨット、ウィンドサーフィン、カヤック、水上スキーなどのアクティビティが充実している。秋は紅葉の名所として知られ、アルゴンキン州立公園を含め、多くの観光客を引きつけている。2006コミュニティプロファイルズ、コミュニティハイライツフォーモス効果ディストリクト、ミュニシパリティ、2008年5月14日閲覧。ありがとうございます。